はじめにコテを使い、髪全体を巻いていきます。トップの髪をねじり、ピンで留めます。ピンを毛束に対し垂直に刺すことで、ピン1本でもしっかりと固定できます。はじめにきつめに三つ編みをします。三つ編みをするごとに端の髪を足します。これを繰り返しましょう。きつめに編むと崩れにくいですよ。全体を編み込んだら完成です。